こんにちは。自営業専門税理士、神奈美です。本日の YouTube 動画はですね、皆さん、インボイス制度がスタートしてお困りじゃないでしょうか？不安ではないでしょうか？取引先に迷惑がかかるんじゃないか？また、自分は的確な請求書、インボイス、要件を満たした請求書がきちんと発行できてるんだろうか？そういった不安がある方、本日の動画必見の内容となっております。本日は税理士がおすすめするインボイス制度対応ツールについて紹介をします。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をしています。またビジネス書を2冊出版しております。どれも概要欄から詳細飛べるようになっておりますので、ぜひ一度概要欄の方を見てください。それでは早速本日おすすめのインボイス制度対応ツールについて紹介していきますので、一緒に勉強していきましょう。はい、税理士おすすめインボイス対応ツール、こちらについて本日一緒に動画で見ていきましょう。本日の内容です。経理や現場の負担はインボイス制度がスタートすることによって確実にアップします。そうなるとですね、何かしらインボイス対応のツールを導入したいと思う方多いと思います。また取引先に迷惑をかけたり不安に思っている自営業フリーランスの方も多いと思います。こういった便利なツールがあれば不安は解消されるんですけど、一体どんなツールを導入すればいいのか、皆さんきっとお迷いだと思います。ですので本日の動画の内容は、まず導入と効率化の必要性について、どうしてこういったツールを入れるのがいいのかを解説してから、どう選ぶのが正解なのか、選ぶポイントのコツを紹介します。そして実際に私が皆さんにおすすめするツールの方を紹介させていただきます。フリーランスや自営業にぴったりのやつがあったんです。そして最後まとめ、本日の内容このような流れでいきますので、ぜひ動画最後までご覧になってください。それではまずこういったツールを導入する必要性についてスライドで解説します。導入と効率化の必要性について解説をしていきます。まず10月の1日からいよいよインボイス制度がスタートしました。経理の負担は増加、そしてね、経営者の方々いろいろと困る場面が出てきているのではないでしょうか。具体的にはですね、適格要件の確認作業が発生していることだと思います。こちら適格の要件を満たした請求書、領収書を自分が発行できているのかどうかのチェック、確認作業が必要となってきてますよね。またですね、原則課税を使う方はですね、こちら取引先のインボイスの要件を満たしているものが確実に出てるかどうかのチェック作業も発生してきます。またそれ以外にもですね、免税事業者の方が誰なのか、仕入れ税額控除ができるできないの免税事業者を把握しないといけませんので、その確認作業も原則課税の方は発生してきます。そして各登録番号、インボイス番号と呼ばれるものの確認作業も発生してきます。皆さんの取引先とのインボイス番号、登録番号をですね、確認する作業必要となってきますよね。こちら公表サイトでこの方が登録されているかどうか、13桁の番号を入力しますと登録されているかどうか検索できるようになっておりますので、ぜひ一度ね、皆さんそちらのサイトを使って登録番号の確認をするようにしましょう。そしてこういった取引先の番号の確認作業プラス、その番号を管理しなければ、管理整理整頓していかないといけないという作業も負担がね、のしかかってくるかと思います。そして次に電子帳簿保存法への対応も今後必要となってきます。いよいよ令和6年の1月からですね、本格的にこの電子帳簿保存法の制度スタート予定です。以上のようにいろいろな経理負担、また事務作業の負担というのは確実に増えます。こういったことを考えるとですね、もはや手作業で経理をするということはですね、無理な状況になってきております。このようにインボイス制度がスタートしたことによりですね、ますます効率化が必要となってきます。そして要領よくするために、事務作業がスムーズにいくようにですね、便利なツールや会計ソフトの導入というのを検討した方がいいというふうに思っております。さて、では皆様が今不安に思っているだろう、取引先に迷惑がかからないか、ちゃんと要件をクリアした適格請求書、インボイスを出せてるだろうかっていう不安な方も多いと思うので、ここで適格請求書の要件について復習をします。はい、こちらが適格請求書、インボイスと呼ばれるものの要件になります。こちら以下の適格請求書1から6番とあるんですけど、この1から6番の要件をクリアしたものが適格請求書、インボイスと呼ばれるものになります。
。こちら要件をクリアした請求書、領収書をですね、取引先に発行しなければいけないというのが10月の1日から大きく変わったルールとなっております。さて、これらの要件を皆さん満たしているのかどうか、そして自分なりにやってはみたものの、本当に要件をきちんとクリアしてるかな、この請求書領収書で本当に大丈夫かなというふうに不安に思ってるフリーランス、個人事業主の方も多いんではないでしょうか。ではそういった要件を確実にクリアするためにですね、インボイスに対応した便利なツールを何か導入した方がいいんじゃないか、もしくは導入を検討しようというふうに考えていらっしゃる方も非常に増えているっていうふうに予測をしております。では実際にどういったツールがいいのか選ぶコツがありますので、次のスライドで一緒に見ておきましょう。はい、選ぶポイントを順番に紹介していきます。まず一つ目です。導入のハードルです。システムは導入のハードルが低いものを選ぶことをお勧めします。導入が難しいもの、お店や事務所などに来てもらってですね、導入をサポートしてもらわないとできないようなものはですね、なかなかとハードルが高いと言えるかと思います。そしてもはやですね、インボイス制度は10月の1日からスタートしている制度になります。そういった時間はあまりないというふうにね、思ってらっしゃる方が多いんではないでしょうか。ですのでやはり導入のハードルが低いもの、すぐにダウンロードできるものを選ぶのがまず一つ目のポイント、コツになります。そして二つ目、選ぶポイントですが、システム連携や連動の有無を選ぶポイントとするのもいい方法だと思います。もし皆さん何か今ね、お使いの会計ソフトなどあれば、その会計ソフトとシステムが連動できるっていうのをですね、選ぶポイントとして使うのもありだと思います。必ずしも今ね、使っている会計ソフトと連動しなければいけないか、その優先順位というのは人それぞれかと思います。では3つ目の選ぶポイント、郵送代行サービスというものがあるツール、会社さんもあります。これどういったことかと言いますと、適格請求書、インボイスの要件をクリアした請求書、領収書を発行するんですけど、そのツール内で発行したものをですね、郵便してくれる、要は郵送代行サービスがついている、そういったツールもあります。こちらはほとんどの会社さんがですね、有料となっております。なので別途サービスとしてついている場合もあります。ですがこういった郵送代行サービスというのが自分にとって必要なのか必要でないのかというのが判断基準、要は選ぶポイントになります。大企業とか中小企業のように取引先が多い、数が多い場合はですね、この郵送代行サービスがついてた方がいいなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、中には自分はフリーランス、個人事業主でそこまで取引の数が多くないから、こういった代行サービスは優先順位として高くないかもしれないという方も多いのではないでしょうか。そしてどうしてもですね、こういった多機能なもの、また代行サービスがついてますと有料であったり、また月の会費が割高になったりする可能性もありますので、そういった点、自分には必要なのか必要でないのかというのは選ぶポイントとしてきちんと自分で決めておきましょう。次、4つ目です。セキュリティ体制についてもしっかりと確認をしましょう。請求書、領収書にはですね、取引先の住所や電話番号などなど個人情報が満載となっております。なのでこのセキュリティがですね、脆弱なものを選んでしまうと取引先に迷惑がかかったり、またデータが流出したっていう風になってしまうと非常に危険ですので、セキュリティ体制もしっかりと確認ポイントとして入れておきましょう。はい、そして皆さんがシステムを選ぶポイントとして一番気になっているのがここじゃないかなっていう風に私は予想しております。こちら、料金体制、コストになります。何か新しいシステムを導入しよう、ツールを導入しようと思った時に、皆さん一番敏感になっているのがこのコスト面、料金体制ではないでしょうか。正直なところ言うと安い方がいいに決まってますよね。そしてこの料金いくらかかるかっていうのもシステムを選ぶポイントになります。やはり皆さんビジネスをしているので、コスト面、また経費としてね、あまり固定費が増えてしまうとビジネスが厳しくなるという方もいらっしゃると思いますので、シビアに見ている方多いと思います。こういった料金体制もしっかり比較するのが選ぶポイントのコツになります。そして最後紹介するのが操作性とシンプルさです。皆さんこういった経験ないでしょうか。何か新しいものは導入したのはいいんだけども、使いづらい、結局どう使っていいかわからなくて使えなかった、皆さん iPhone とかスマホ持ってると思うんですよ。スマホ iPhone ってすごく便利なんですけど、多機能すぎて、おそらく皆さんも使えてない機能たくさんあるんじゃないでしょうか。これは私も一緒です。おそらくですね、使いこなせてない機能たくさんあると思うんです。そういう風になってしまうとですね、あまり多機能すぎると操作が難しくなりますし、複雑になってきます。そういった面でやはり操作性とシンプルさを
選ぶっていうのもですね、システムを選ぶポイントの大事なコツではないでしょうか。以上のようにシステムを選ぶポイントを6項目挙げさせていただきました。そしてこの6個の選ぶポイントを踏まえて次のスライドに行きます。はい、個人事業主フリーランスが選ぶコツ、前のスライドで6個選ぶコツを挙げましたけど、それを踏まえてですね、個人事業主フリーランスが選ぶコツをまとめました。こちらです。自分のビジネスサイズに合ったものを導入する。これが大事です。必要な機能があれば十分ということになります。先ほど言ったように多機能すぎても使いこなせませんし、多機能があるゆえにコストが上がってしまう、上昇してしまうという可能性が高いです。そして料金についてです。おそらく皆さん先ほど言ったように、なるべく低コストのものがあれば助かるのになというのが正直なご意見だと思います。そしてもう一つ、請求書の発行枚数が少ない方っていうのがいるかと思います。個人事業主の方だと、そもそも1年契約で請求書をまとめて1回しか発行しないようなビジネススタイルの方、また単体の仕事が多くて取引先が毎回変わる、その度に仕事としてね1枚請求書を出せばそれで終わるという方も多いと思います。個人事業主の方で発行する請求書枚数が少ない方、そして自分のビジネスサイズに合った多機能よりもシンプルなものがいい、またコストは抑えたいという方にぴったりなものがありますので、次のスライドで紹介させていただきます。はい、こちら税理士おすすめということで、インボイス制度対応、作成から管理までウェブで簡単解決。そして私ここが一番いいなと思ったポイントがあるので強調させていただきます。請求書が10枚まで0円なんです。要はコストがかからないということになります。こちらは月単位でカウントしますので、月の請求書が10枚まで出したら0円ですよということになります。もしこの10枚を超えたとしてもですね、請求書を何枚発行受領しても月額500円、税込み550円で使えるサービスになります。これ非常にコスト考えるとコスト抑えれるっていうふうに思いませんか。このサービスがこちらになります。インボイス対応はこれだけで OK、 もらって嬉しいインボイスをこちらのツール、コスト面でもクリア、またウェブで簡単操作することができるので操作性もクリア、これによってインボイスの適格請求書、インボイスの要件に合った請求書、領収書がちゃんと出せてるか、取引先に迷惑がかからないかというような不安も軽減されますし、事務負担もぐっと軽減されます。はい、こちらもらって嬉しいインボイス王ということで、登録は簡単です。メールアドレスとパスワードを決めればですね、もうすぐに使えるようになります。このように導入のハードルもぐっと低いです。そしておすすめの3つのポイントを紹介します。まず1つ目、ウェブで請求書を楽々発行受領することができます。2つ目、経理担当者、経営者、自営業フリーランスの方の負担を軽減します。そして会計ソフトの連携で自動仕分けもすることができます。これが3つのポイントになります。そして先ほど私が強調したポイント、ここが最大の私はメリット魅力だと思っているんですけど、請求書の発行が毎月10枚までならずっと無料、ここが最大の魅力メリットではないでしょうか。パソコンでもスマホでも使うことができます。そしてさらにこちらのインボイス王のメリットをまとめたいと思います。次のスライド見ていきましょう。インボイス王のポイント、インボイス制度に対応した請求書が発行できる、パソコンでもスマホでも簡単操作です、シンプルな機能で使いやすい、こちらフォーマットに沿って入力するだけで使えますので、シンプルな機能でかなり使いやすいと思います。そしてさらに請求書の一括管理が可能となります。こちらどういったことかと言いますと、取引先ごとに請求書が一覧できるので取引先ごとの管理が便利だと思います。そして3つ目、電子帳簿保存法にも対応ということも嬉しいポイントです。そして4つ目、費用面での優遇、こちらが私が先ほどからおすすめしている最大の魅力になります。全ての機能が月額500円、税込み550円で使える点、そして請求書が月10枚までなら無料で利用できるという点になります。そしてこちら今日紹介したインボイス王についてはですね、概要欄に URL リンク貼ってありますので、そちらからぜひご確認ください。
はい、まとめです。インボイス制度がスタートしました。事務作業や経理負担の増加は免れることができません。全員がですね、事務作業や経理の何かしらの増加があるかと思います。それに対して効率化することが重要になってきております。そして取引先に迷惑をかけないか、正しいね、要件を満たしたインボイスを出しているか不安の方も多いかと思います。そういった面をクリアするためにもですね、こういった便利なツール、インボイス制度に対応しているツールを導入することをお勧めします。そして本日の動画はですね、インボイス対応ツールの選び方のコツを紹介させていただきました。選び方のコツをまとめますと、自分のビジネスサイズに合ったもの、そして必要な機能がどれなのか、自分にとって選ぶポイントで優先順位が高いのはどれなのかを判断して選ぶといいんではないでしょうか。本日の動画、便利なインボイス対応ツールの参考になれば幸いです。はい、私はオンラインサロンを運営中です。 Facebook の非公開グループで運営をしております。オンライン上で税理士を味方につけるということで、好きな時に税理士に質問することができます。こちら投稿をしていただけると私が直接文章で返事をします。チャットのようなイメージを持ってもらえるといいかと思います。またメリットがいくつかあります。私が平日毎日記事を投稿しています。ビジネスや経理、税金、また SNS の裏側について平日毎日記事を投稿していますが、オンラインサロンのメンバーになるとその記事の購読権利がついてきます。そして定期的に Zoom サロンを開催しています。こちら Zoom 上で私に直接相談質問もすることもできますし、またサロンメンバーさんは皆さん起業されている方、経営者の方ばかりです。その方たちと情報交換ができる場として非常に好評です。この Zoom 参加の権利もサロンにはついております。オンラインサロンについて詳細知りたい方は概要欄に詳しいリンク貼ってありますので、そちらの方からぜひご確認ください。サロンの入会お待ちしております。はい、私はその他いろいろ SNS もやってますので、ぜひそちらの方いろんなね、また違った情報を投げてますので、フォローの方よろしくお願いします。 YouTube の方チャンネル登録まだっていう方いましたら、 JA をフリーランス向けに今後も役立つ情報を上げていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またビジネスを2冊出しております。 Amazon Kindle 版どちらもありますので、ぜひご検討ください。はい、それでは YouTube 動画最後まで見てくださっている方ありがとうございます。高評価ボタン、また感想をコメントいただけますと励みになりますので、よろしくお願いします。本日はですね、自営業フリーランスの方が適格請求書ちゃんと出せるかな、不安に思っている方も多いと思います。そこで何かね、ツールを導入しよう、便利なものを導入しようと思った時にですね、何を選んでいいのかわからないという方も多いんじゃないかということで、この選び方のコツというのを動画で解説させていただきました。便利なツールを導入してですね、自分の作業負担を効率化、また負担を軽減するために検討するの非常にいいと思いますので、ぜひ本日の動画を参考にして選んでみていてはどうでしょうか。それでは本日の動画は以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。